直線に入りました。さあムチを振るって8番クリノイコライザー先頭で2馬身のリード、じわっじわっと5番のサンデーミラージュ、さらに外から7番のロードグリックが迫っていって、今度は5番のサンデーミラージュ、7番ロードグリック2頭が抜け出して200を切りました。その後は3馬身がいて、1番のキッズアガチャーが3番手から前を追っている。振り切った5番のサンデーミラージュ2馬身のリード、離れた外から1番のキッズアガチャー、5番サンデーミラージュ後塁、わずかに押し切りました。1番キッズアガチャー2着、そして7番のロードグリック3着。少し離れて11番夜中と直線コースの攻防、6番アビーム今度は先頭に変わるか、粘ってクラビスオレア競り合っています。残り150、じわっじわっと10番11番夜中と、さらには7番クイーンズさんが迫っていく。3番クラビスオレア先頭、外から7番のクイーンズさんですが、クラビスオレアか、ゴーリン、クラビスオレア押し切りました。最後迫ったのは7番のクイーンズさん、これが2着、3着争い11番ユナカイトと6番のアビームです。